ジャニ、どうもジャニくんです。今回の動画は7月1日に放送されたザ・ミュージックデーで披露された目黒くん主演のドラマトリリオンゲーム主題歌のデンジャーホリックの衣装について判明したものを発表していきますね。まずはトラトリューのプリントが印象的な岩本くんのシャツはワコマリアというブランドで44,000円です。ワコマリアは元 J リーガーの2人が作った日本のブランドです。2019年8月26日放送のドラマ「簡単なお仕事です」に応募してみたの中でも同ブランドのシャツを着ていたので、岩本くんが気に入っているブランドなのかもしれないですよね。またジューシーの MV でラウルくんが着用していました。値段は52,800円でした。続きましてクジャクの柄のようなふっかさんのジャケットキディル×マインデニムというブランドのコラボで118,250円です。7月2日の名古屋ドームの中で「阿部ちゃん衣装すごくなかった？佐久間くん派手派手」という会話が出るほど今回のデンジャーホリックの衣装は特徴的でしたよね。続きまして向井くんが着用していたピンク色のシャツはエトロペイズリーシャツで64,900円。エトロといえば佐久間くんがマテブリの時にペイズリー柄の靴を履いていたり、ラウルくんが素の日常でエトロのニットベスト138,600円を着用していたりしました。続きましてラウルくんが履いていた靴がオフホワイト68,000円です。オフホワイトはアメリカのデザイナーさんのブランドなので、前回ロスに行った際に購入したものかもしれないですよね。同ブランドの黒い T シャツを佐久間くんがデビュー前に着ていたりもしました。続きまして阿部ちゃんがエトロのラマージュダブルブレストジャケット304,700円と同じくエトロのラマージュプリントパンツ155,100円を着用していました。向井くんの衣装と同じブランドですよね。エトロは過去に目黒くんが雑誌でジャガードセーター194,700円を着用したり、渡辺くんが M ステでタトゥーパターンシャツ158,300円を着用しています。続きまして渡辺くんがアクネのスタジオサテンダブルブレストジャケット105,600円を着用していました。渡辺くんは2020年のアジアツアーの際にも同じブランドの T シャツを着用していますので、お気に入りのブランドなのかもしれませんね。またラウルくんも2021年の素の日常で同ブランドのフェイスロゴ B に17,600円を着用していました。続きまして佐久間くんがポスターのダイブブレザー189,200円とラスベートのドローウィングスシャツ39,050円を着用していました。ボッターはミンティアの CM でラウルくんが青いデニムジャケット101,200円を着用していたり、FNS 歌謡祭夏2021で深澤くんがオレンジフローラルシャツ35,200円を着用していました。またハローハローの衣装で阿部ちゃんがシャツを着用していました。ラスベートはハローハローの YouTube ダンスプラクティス動画の中で渡辺くんがスウェット16,000円を着用していました。続きまして宮舘くんがボルサリーのリボンディテールハット42,925円を着用していました。ダッセ様は灰色っぽいスペシャル仕様のハットだと思います。FNS 歌謡祭2022の勝手に仕上がれ披露時にもダッセ様はボルサリーノのハットを着用していました。ボルサリーノといえば名曲アンタルシアに憧れての歌詞の中でも登場するくらいジャニーズの中では有名なブランドですよね。続きまして目黒くんがサブランカのグラフィックシルクシャツ119,000円とグッチのフォーマルジャケット36,300円を着用していました。グッチのフォーマルジャケットはルパンみたいだと話題になっていますよね。カサブランカは僕の彼女になってよの MV の中でふっかさんがカードチェックシャツ105,300円を着用していたり、ジューシーの衣装で目黒くんがロングスリーブシャツ114,400円を着用しています。はい、デンジャーホリックの衣装についての動画は以上です。この動画が良かったと感じた方はグッドボタンと高評価をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。じゃに。